さて、じゃあ続きからやっていくか。じゃあまずはあそこだ、あのジャッキを今上げて、ちょ怖くなって戻ってきちゃったけど、あのジャッキの下を通り抜けて行くってことだ。ここ開けて、あれどうだっけ、こっちか。でここ抜けて、あったあった、これだ。でしゃがんで、うう、毎回やんのこれ、うっとうしい、イラつくわ、もう本当にイラつく、もう本当に意地悪い、このコラカプコンは本当に本当に嫌だこれ、本当に。あーなんかいるわ、狙撃、よーい、頭が見えない、あこれ頭だ、これダーン、ターゲット、狙撃、反感とか、よし、威力の違いはそんなに分かんなかった。でも2、3発外したな。避けるって分かってても無理だわ。ん？まだいるな。この向こうか。ターゲット。補足。いた。一人いた。まず先にやるか。ファイヤー！え？外した？嘘だろ。くそー。なんで当たんねえんだ、よっよっ、リロード、あー、こいつらマジでタフ、ショットガンで死ねえやお前ら、はあ、もうあれだ、なんだっけ、グレネード、あー、もうあるじゃん、一発。どうしようかな。狙撃銃、使うよね。いや、急には使わないか。じゃあ、手榴弾をセットしといて、狙撃が必要な時には、でもちゃんと出そう。お、もうあるじゃん。絶対今のところで手榴弾1個使えってことだったんだ。向こう側から施錠されてる。なんだ。よいしょ。こっちで合ってんのかな？敵の声がしたからこっち来ちゃったけど。ああ、こっちで合ってるわ。ここの鍵を開けに来たんだもんね。ここは？キーピック。ここ行けないのかな？でもどうせキーピック持ってないか。うん。どうせ後でまたキーピック手に入れたら戻るから。まずは、この鶏のとこだろ。おぉ！は？何こいつ、こいつ、頭を防御してやがる。いや、ちょっと待って、無理。意味がわからん。こいつどうやって倒すの、こいつ。足も速いし。効いてる気がしない。こいつか。全然効かねえこいつ、ほら、あ、やべ、あ、行き止まり来ちゃった、やるしかねえ、おい、死なねえこいつ、弾使い切った、ハンドガン早いこいつ動きが。ちょっとこいつマジで強すぎる。死ねやー！
無理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 。いやこれ割に合わんて。うわーこれもう回復薬も使ってグレネードも使って、これ絶対じゃあグレネード先だったろう。やり直してー。てかこれ無理だ、もう先進めんわ、弾もねえし。うわーマジでやり直したい。なんか赤べこの音がする、ここから。なんか赤べこあるな、ここから。え？もういいわ、めんどくさい。こっちになんかアイテムないか。なんか、アイテム、おお！びっくりした。なに、獣の生肉。びっくりした。商人に納品することができます。鍵を外す。ここ鍵かかってたか。一回ここ通ったはずだけどな。あ、通ってないか。ここ開かなかったとこか。あ、さらにショートカットが開通したってことかな。どこ、ここ、こっちか。ああそうだ、ここの下通らなくてよくなったよってことか。とりあえず弾買いに行こう。お金はもう今ので足りると思うから。ん、あれこっちか。あれこんなとこ通ったっけさっき。わかんねえや。とりあえず、さっきのデュークに手に入ったこの頭蓋骨を売って、で、弾を買おう。じゃないともう何にもできない。こんな弾4発とか、じゃあもう無理。お任せよ。で、納品できるとか言ってなかった？まずこれでしょ？ 1 万、いやー1万たってなぁ。納品用食材って何？売るってことでいいの？売却ってことでいいのかな。でもなんかさ、だとそれだ、換金アイテムって言わない？納品用食材ってなんだ。新しい商品をどうぞご覧に。とりあえずこれもパイプ集団、これ買おう。このレシピを。でハンドガンの弾も買えるだけ買っとこう。30発、ん、残り15発。よし15発買っとこう。ショットガンの弾はもうないから、8発買っとこう。もう全部買う。あ、パイプ集団売ってんだ。在庫1個。これ買っとこう。地雷か。どうなんだろうな。セットしてる余裕があるかどうか。まあいいか。とりあえず、回復薬は作ればいいから。こんなところか。ショットガンの威力も上げとこう。喜んで。はい。オッケー、とんこれ、とりあえずこの後か。燃えるのは生きている証。これさ、売るでいいのかな、生肉。なんか売るだと違くない？納品って言ってるよ、これ。一旦もっと持っとくか。素敵な旅になりますよ。とりあえずセーブするか。なんか尺だな、弾いっぱい使っちゃったのが。こんだけ買ってもまだ弾が少ない。あれはなしだろ、あんななんか頭も守ってさ。先にグレネードを使って仮面を外して、そこからヘッドショットを狙わないとダメっていう流れの敵なのかな。だとしたらグレネードをそんなポンポン使わせるってなんか、やばくないか。こっち通って、で、ここの、この辺だっけ、こっちだ。ここにショートカットができたと。よし。で、こっちは何？これ最初のあれか？家か？違うか。来たよな、ここ。
あー、なんかある。うい。いやー、まあお金はありがたいけどさ、そんなに、お金より弾薬だよな。金が欲しい。こっちで来たよね、さっき。よし、じゃあ、え、これどっち行くのこれ。なんだこれ。動物×。あ、え？動物に×がついてる。ってことはさ、ここにいる動物を殺して、肉が手に入るよっていうことか、もしかして。そういうマークの可能性あるな。でも、鶏さっきいたっけ？あのマークのところに行けばいるのかな？この裏にあるなんかカラカラ音すんな。気になるわ。あーで、この先を曲がったところでいたんだよな、あのでかいのが。ここ入ったっけ？さっき。入ったな。入ったと思う。で、ここで、あ、ここに鍵があるんだよね。そうだ。で、こっちにもなんかあるぞ。よし。ここは？別に何も書いてないな。とりあえず開けて。何これ？キーピック！いっぱいあるからな。あ、はい、どうも。お前はハンドガンで倒したいな。なんで？はぁ、780円じゃ、これ。いやぁ、割に合わん。弾をさ、無限に売ってくれるんだったら、いいんだけど、この裏か、これ。なんかカラカラ音すんな。なんだこりゃ。マダリーナ人形の銅。お？ちょっと待って。あ、すっごい手に入った、今。ハンドガンの弾25発ぐらい今手に入った。何これ？ここから音がする。あ、これか。これ微妙にハンドガンの弾が届かないところに置きやがって。こんなんさ、一周目でコンプリートできないだろうな、多分。だから壊す意味あんまないんだけど。この音が気になるから壊しちゃおう。ちょっと待って、で、マダリーナ人形って書いてあったな。え、あれ？これ換金アイテムか。あー、組み合わせて売れと。それだったらさ、商品をさ、弾薬を、何これ。ん？長期不在の時、家の鍵を預かっています。ヨーゼフ・シモン。この楽器のマークがヒントか。庭師ヨーゼフ・シモンっていうやつの家に鍵があると。庭師ってことはここかな？なんか音するな、パキパキ。まあいいか。で、これだ。よし。鉄格子の鍵。屋根の上に登れるっぽい。けど、まずはアイテムを確認。820円。え？あ！ハンドル、クランクじゃないんだ。ハンドルなんだ。とりあえずこれで散々見てきたあの井戸が回せるようになった。井戸をさ、回すと何が起こるの？井戸の中に落ちてるアイテムが引き上げられる。あ、ちょっと待って、これ鳥。多分これ鳥を撃つと肉になるんじゃねえか？先にこいつらを、鳥を仕留めたい。これ、ナイフでいけないかな？ナイフで倒したい、こいつら。弾もったいないわ。あ、できた、できた。鳥の生肉。よし。お前ら、待て！ほら！待て！
よし、お前らは俺の生肉となるのだ。こっち来い。よし息絶える瞬間までちゃんとモーションが鍵を外す。これで、あー、これで中央の広場に行けるようになった。ショートカットができるようになったね。いや、ここにも鍵があるな。まだいろいろ見てないとこがいっぱいあるな。まずここを見ようよ。ここなんかない？ある、ガンパウダー。そうか、てかクラフトすればいいのか。クラフト、次弾足りなくなったらクラフトしよう。向こう側から施錠されている。なんかさ、クラフトできるものがいっぱいあってさ、どれクラフトすればいいかわかんないよな。ハンドガン俺外しちゃうんだよな。かといってショットガンとそんなに多く弾作れないし。これ何？ここか？結晶の塊。換金アイテムだろうな。ここか？あ、赤い屋根の建物、ここだ。赤い屋根じゃねえ、赤い煙突。来た。あとはこの建物に入ることができれば、男がいるってことか。よし。なんか、いますね、そこにね。どうしよっかな。ハンドガンでいけるかな。ま、いけるやろ。いや、これさ、ちょっと待って。これを装備して、死ななかったか。よし！ヘッドショットしたつもりだったんだけどな。鍵を外す。開けて。違う。何もないわ。パイプ、手榴弾かと思った。ミランダ様にヤギ2頭を献上。ミランダ様に、なんだこれ。毛織物を献上。指定された薬品と器具を数日以内に用意するよう言われる。何に使われるのだろうか。ミランダ様からの連絡なし。やけに家畜どもが騒がしい。夜明け前、剣の品を岩の境界まで届けるよう言われる。そこで私は恐ろしいものを見た。そこには4人の貴族様と、見知らぬ赤子を抱くミランダ様がいた。ミランダ様が何かをつぶやき、そっとその子の顔に触れた。すると何ということだ。見る間に赤子の体が白く結晶のように変わっていくではないか。そして結晶、その結晶を、ああ。これさ、もしかしてさ、セブンで、なんか結晶化してたよな、人間が。そういうやつか。私は思わず尋ねた。一体なぜこんなこと。ミランダ様は微笑み言った。この子は選ばれし子、いかなる姿になろうとやがて元に戻ると。そして貴族様たちが結晶を一つずつ授かり去っていった。はあ。私はミランダ様への礼儀も忘れ、その場を逃げ出した恐ろしい。あの子は一体あの子は何なのだ。じゃあさ、化け物になってるのは、ローズの影響ってことか？ローズの体から手に入った結晶を、いろんな奴が取り込んでることで化け物になってるってことかな？何これ？双翼の鍵は3つの部品で真の姿を取り戻す。ん？そんなこと言ったってさ。あ、ん？調べる。部品、ん？ああ。戻るか、デュークのとこへ。なんかよくわかんないけど。やってくれたわ。で、この男が助けてくれるんじゃないのか。15発。いやー、弾が足りなくなること分かってんだな、やっぱり。だからちゃんとこうやって弾も用意してはくれてるんだ。いるか。ああ、いない。でもさ、井戸行こう。これ、謎が解けるぞ、これで。井戸のハンドル。何があるの、これ。
木彫りの動物、頭、井戸さ、他にもいっぱいあったよね。セーブポイント、井戸をちょっとまず行かない。あとここにキーピックがあるな。ちょっと1個開けよう。キーピック、キーピックをここかで、キーピック、何があれるかな。ショットガンの弾、よっしゃ7発ありがたいよ。これで今15発か、ショットガンで。違う、マップで井戸、ここまずそこから出て、いやでもここあれか、物があるから通れないのか。後ろの方から、これ動物も気になるな。動物も見に行きたい。あれ、ここ開いてた？薬液、あれ、ここ開いてなかったけど、なんでここ開いてるんだ。ガンパウダー、クマのぬいぐるみ、ドゥーンって、スナイパーライフル。クマのぬいぐるみって何？監禁アイテム。これもなんか腹裂いたらなんか出てくるとか、そういうこと？監禁アイテムだ。デュークなら買ってくれるはず。めっちゃ安く買い取られそう。こんな汚いものを買えと言うんですか？仕方がないですね、みたいな感じで。しぶしぶ買ってくれそう。カラスがいっぱいいる。カラスはさすがに違うだろう、これ。井戸行きたいんだよな、あのルイーザの屋敷の。ちょっと行っていい？これ井戸に行きたい。井戸こっちで、ここも開けられるな。あ、あったあった、これ井戸、井戸ここにもあるじゃん。で反対で、井戸、二つ首の首飾り。これも監禁アイテムっぽいな。結構お金持ちになってきたな。単価も上がってくるし、仕方ないか。ここ開けて、なんか鳥の声がしなかった今。コッ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 コみたいな。狩りの時間だ。狩りの時間だぜ。よしよし、うい、鳥の生肉。よし。で、他には？基本これだけか？あ、あったこの赤べこ。これ何？どれぐらいの間隔であるんだろうな、この赤べこは。よし。で、井戸、井戸を目指す。カラスがいて、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、いるわ、あの化け物が。あそこいっぱい飛んでる。ちょっと待って、じゃあこれをショートカットに入れ直して、よし。でもさ、あいつら空飛んでるとこ当てるの難しくないか？と思ったら止まった。よし。一匹。撃退。あれ、気づかれました？これ。やる。よーし。頭じゃなくてもいいなら楽勝だぜ。お金、お金。よし。死んでなかったか。なんだよ、死んだふりまでできんのかこいつら。頭いいな。で、
もう一体どっかで殺して、この下じゃない？あ、ここだ。よし。何これ？この建物入れる？これ。こんなところ入ったかな？あ？ヤギがあった。赤べこ。ゲット！よし。ここの建物は入れなさそうだな。入れなさそう。あ、これ焼けたあそこか。あ、なんかあるぞ。こんなのあった。ルイザの髪か、首飾り。ハンドガンの弾。炸裂弾！なんか、新しく置いてくれたのがいっぱい。誰が？何のために？炸裂弾これ。違うわ。炸裂弾どれだ？これか。炸裂弾を撃つってことはグレネードランチャーが出てくるってことか。どこで手に入るんだろうな。結構レアな。あ。なんかいるこの裏に。豚かなんかがいるな、これ。また狩りの時間だぜ。あ、いるわ。なんかでかくないあいつ。倒せんのかな。ういこいつ、なんかしぶといんだけど。これヘッドショ…おお、えい、何発撃てば…あ、死んだ。よし、回収しよう。特上肉なんだ、やっぱ耐久が高いといいものも出ないんだな。どうせでもお金になるだけなんだよね。場合によってはさ、これハンドガンの弾の方が価値があるから、弾使わない方がいいみたいなこともあんのかな。で、しれっとパイプ手榴弾3つって結構でかいな。やっぱちゃんと井戸を回るっていうことも計算に入れられてんだね。あれ？ここの井戸まだやってないのか。で、ここの鳥もまだいる。うわぁ、これめっちゃいろいろやること残ってんな。とりあえず、一回ここの井戸目指すけど、行けるのかな。まあ、行ってみよう。こっちを走ってって、ショートカットできる？あ、いたー、これだ。待て待てー、ダブルキル。よし。で、ここにスクラップがある。なるほど。これ畑の方からじゃないと来れないとこにあったんだ。だから気づかなかったんだな。で、戻って、で、ここ通れない。から、回ってって、こっちから行くんだな。で、ここがクレストと開けて通ったとこでしょ？いまいち、ここ来て、で、マップを見て、通り抜け、通り抜け、井戸。ここを？こっちに通り抜ける必要ある？これ。こっちか？こっち通って、こっち通って、入って、こっちで、ここ？あった、これだ。反対だ。これをハンドル。よし。とりあえずこれでこのマップの手に入るものは、よし。全部手に入ったかな。で、すぐ後ろにキーピックあるから、ここ開けちゃおう。ん？ここか？あ、
まずこっち抜けて、こっちだ。ここのどっかにキーピックで開ける棚があるらしい。これだ。これを開ける。何が入ってんだ？弾出ろ。あー、スナイパーライフルか。まあまあまあ、いいでしょう。今14発。よし。なんかここの建物の中になんかあるぞ、これ。なんだろう。待って、ここ通り抜けて、こっちで、ここか？この中に何かがあるらしい。ん？あ、なんかある！これか！ショットガンの弾！どういう風に隠してんだ、こいつ。ここの家の持ち主はちょっと、おかしいぞ。なんだあれ。違うか。別に何でもないのか。ああ、よしよしよし。もうほぼ取った。なんかここの小屋気になるけど、まあ行けたらでいいか。とりあえず戻るもんね。戻るから、ついでにこの辺行っていく感じにするか。じゃあ、まずはジェイクのところに戻って、金を。手に入れて、装備を整えて、扉を開けていくか。で、ついでにそこの小屋か。この、でもここ通れなくない？あのババアが。うん、鍵閉めたよね。ここはもう戻れないわ。こっからあっちには行けそうにないから、あっちは諦めよう。内側をまた行けるようになるのかな。よーし、戻ったよ。あ、どうです、何か分かりましたか？何にも。羽を見つけた。この金細工でどうローズを助ける？まあ落ち着いて、まずその鍵を使ってローズ様の瓶を集めねばなりません。残りはどこにある？瓶は全部で4つ。残りの3つは各貴族が持っています。なんで知っとんねん、こいつ。貴族？この村を統治している冷酷な教祖ミランダのもとには、4人の貴族が仕えています。うん。1人はあなた方をしたドミトレスク夫人。ドミトレスク。2人目は村の奥深く、霧の谷に住む人形使いのドナ。ドナ。ドミトレスク。彼女の屋敷に入った者は二度と帰っては来られません。そんなとこに行けと。そして三人目は風車を抜けた先の湖に住む怪人モロー。その湖には他にも恐ろしい怪物が住むと言います。これ絶対最初のおとぎ話の魚やろ。最後にして最も危険なのがハイゼンベルク卿。人里離れた工場に潜んでいます。噂によると彼の工場には想像を絶する恐怖が待ち構えているのだとか。まあねえ、殺人ゲームみたいなの好きそうだもんね。あ、何これ。ん、ああ、え、どういうこと、なんだこの箱は。え、火薬兵器、モローの隠し武器、ルイーザの遺品。あ、これさっき手に入れたやつか。はあ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 。川岸の隠し宝を持つ子。こんないっぱいあんの？これお金になるってだけなのかな？武器とかってやつか、この火薬兵器とかは武器なんじゃない？これ多分グレネードランチャーでしょ。あ、これさっき行こうとしてたやつこだ。ここに、あんだ。あの、ババアがドア閉めたからだな。で、これがモロ。で、これ、あれ、ハイゼンベルクはどここれ。なくない？これがドナでしょ？ドナで、ドミトレスクで、で、これがモロだっけ？ねえな。娘さんを助けたければ、まずは4つの瓶を集めることです。今回だけは特別に。
それぞれの場所を地図に記しておきました。また村には貴重な品が眠っています。どれもきっとあなたのお役に立つはずです。なぜここまで、気になる。いや、あくまで顧客サービスの一環ですのでお気になさらず、今後ともどうぞごひいきに。結局だからこいつがいろんなそのお金持ちのものを持ってきてほしいから頼んでるってことでいいのかな。シンプルに考えれば。もちろんです。ああそうだ、あなた、いい食材が見つかればぜひお持ちください。ほらやっぱり監禁アイテムっていう書き方じゃなかったからさ、残しといてよかったわ。これ食材をすべて納品し料理を完成させることなんて早い、なんか料理を完成させることでどうのこうのって言ってたな。今なんか注意書きが出てたな。鳥がどうのこうのって。鳥ってカラスでもいいのか。カラスでもいいんだったら飛んでるカラスを落とすっていう手もあるし、さっきの死体に群がってたカラスを倒すっていう手もあるよな。鳥の生肉、獣の生肉、ん？ガード陣に受けるダメージが減少する永続効果。あ、料理を作って食わせてくれるから、でその料理を俺が食うと永続効果を得られるってことか。魚はないな。高級な鶏肉、特上肉、魚がないな。なんか魚がいっぱいいるな。これ魚ないわ。今持ってて作れるのはこれか。これが作れる。ガード時にダメージが減少する。これガードほぼしたことないな。多分一回もしたことないわ。だからね、俺格ゲーとかでもそうなんだけど、攻撃一辺倒になっちゃって、食事こそ命、まともに、うん、まともにねガードするっていう思考になれないんだよね。ああ、これあれか、組み合わせ系か。じゃあダメだ、まだ組み合わせないやつだけ。まず買い取りましょう。あ、ちょっと待って、これ木彫り、これ組み合わせよう。では探索の成果を期待しておりますぞ。これこれと組み合わせでこう。これ壊せってこと？そういうわけじゃない？閉じる、うん？換金アイテム、高額換金アイテムでいいのか。とりあえずクマのぬいぐるみと木彫りのこれも売るか。まあごゆっくり見ていってください。売却で、これ売れるの？これ 4000! すげえ高く売れるじゃん。これ売るか。はい、ああよし、 OK。 何かをはめ込める、分からんな。とりあえずそんなところかな。植えるのは生きている証。54000。いやー、弾が欲しいな。でもスナイパーライフルの弾はそこまでめちゃくちゃ欲しいわけじゃないな。倍率スコープ、まあね、とりあえず一旦これでいいかな。セーブしよっか一回。素晴らしい、良い取引でした。そうだな、セーブして一旦今日はここまでにするか。いやでもあのばあちゃんの、ばあちゃんのっていうかあれ取りに行きたいな。これでもここ開かないんだよね。ってことはここ開けてこう行ってでこう回って開けに行くってことか。どうしようかな。長引きそうだったら一回セーブして終わりたいけど、ちょっと軽く行ってみるか。セーブだけしとこう先に。ほい、で行こう。こっち合ってるかな、こっちで。あれ、あれ開かないこれ。こっちか、先にこっちか。あー、なんだこっちか。じゃああの宝物取りに行けないんだ。水車小屋の火薬兵器、これすげえ気になるのに。
じゃあいいや、ここまでにしとこう。じゃあもう次、この鍵もう一回開けるところから始めよう。はい、じゃあ今日はここまでだ。じゃあな、デューク。